はい、えー、現在私はですね誰かの都合とか誰かの感情とか、うん、誰かに強制的に押し付けられたような日々がほぼなくなってきたんじゃないかなと思うんですよね同時にそれはバーターを私が要求してないっていうところの強みでもあるんですよまあ、これは与沢翼さんのね思考でもあるんですけども一番困った時に 援助をね、受けてしまうとその人にずっと使えなければならないような精神状態にもなるみたいなねそんなことをどっかで言われてたと思うんですけども私もそれに近くって最も困った時に手をしし差し伸べてくださることそれはありがたいんですけどもそこで援助を受けてしまうとね、あのー、自分が復活した時に、うん、誰々の援助があったからそうなったっていうことはもう永遠に消えないんですよ。ですから苦しい時こそ一人で乗り越えていくと。 もちろん多くの方のねサポートはありますけども基本的には一人の底力ああどん底になった時だからこそ自分自身で這い上がるってことをね私は自分に課していますね。うん、でやっぱりねご都合主義っていうところもありますし、あのー、人っていうのはあの人がね危機,感危機に訪れる時に助けたいっていうねそういうふうな、あのー、善の気持ちもあると思うんですよ補施しの気持ちとかもねあると思うんですよそれを否定してるわけではないです助けを全部振り切るってわけではないんですけども あのお手伝いしましょうかという選択肢が与えられる時にその中でもまあ倒れるまで一人でやらせてくださいっていう風なねそういう風なお願いですよねあなたを否定するわけではないんだとあなたの援助はありがたいんだけどもこの苦しい時だからこそどこまで一人でできるのかちょっと今回は試させてくださいということでお断りするといいますかねまあ相手の気持ちを傷つけないように、まあ、配慮しながらになってきますけどもまあ与田さんも多分そういうことが言いたかったんではないかなと思いますまあ私の勘違いかもしれませんけども私もこれからもね 苦しい時にこそ頼れる人がいるっていうのは,それは確かにありがたいことなんですけども苦しい時に多くの人の顔を思い出してえもうそれだけなんですよほんと支えて物質的な援助とか金銭的な援助っていうのではなくって精神的な援助だけでもう十分でね、えーまあ、これから私がね危機に陥った時でもいやいや視聴者さんがいるはずだとかね思えればいいのかなと思いますし私の復活をね楽しみに待っている人がいると思えばやっぱり復活したいなというエネルギーも出てくると思うんですよ。 これをですね大山桝立さんかの有名なね、えー、空手の極真空手の創始者大山桝立ゴッドハンドゴッドマス,マス大山この方に言わせればね誰かが見てていいるっていう、ね、言葉なんですよね、えー、大山桝立さんも単身アメリカやそれからヨーロッパに渡って自分の空手道をね自分の体一つで広めようとした時に本当に最初からうまくいかないわけですよ。 で、島には食うものも困って仕事も追われて公園のベンチでねこうやって不労者のようにたんと座ってたらしいんですよお腹が空いてしょうがないと私は何をしに来たんだと帰国するお金もないと今日何を食べるかもわからないそんな状況の中で公園の向かいにふと見ればね、えー、一組のお母さんとお子さんがいらっしゃったんですよ赤ちゃんですよね。 で、赤ちゃんがお菓子を食べようと思ったら、ポロッと落としちゃうわけなんでで、すよ。でポロとと落としてビスケットかなんかを下に落としたところあ,のああもうバッチリから拾っちゃだめよってことでその親子は去っていくんですよね。でそれを見てね大山さんともお腹が空いてたんで駆け寄るわけですよ。ぐわっと駆け寄って落としたビスケットをグッと拾うんですよ。それで食べようかと思った瞬間多くのね日本に残してきた仲間たち弟子たちの顔はよぎるんですよ。その時にマス大山はこう思う思んですよね。誰かが見ていると。うん 誰かが見ているとしたらどうだこの私の落ちぶれた姿そして、えー、落ちたクッキーを拾って食べる姿を彼らは見たいだろうかその時に、えー、その落ちたクッキーをね食べることをやめてそっとねそこへ戻してですね、えー、空腹の中でも、うん、やっぱり活路を見出すために奮い立っていくわけなんですよねまあそういったことと被せるわけではないんですが私もですね、えー、苦しい時っていうのは多くの方の思いというね 精神的なサポートはありましたでも物質的なものとかもう誰かにご飯をおごってもらったりとかね誰かに頼んでお金を借りたいってことはもうね絶対してこななかかったかなと思いますねうんだからこれはうまくいった時にあのだから誰にも何もしてあげないってところにはつながらないんですよ。うまくいきだしたら今度はあのやっぱりね手伝ってあげたいなとかねシェアしたいなって気持ちにはなってるんですけどもでも自分が困った時は極力自分で突破していきたいなっていう気持ちですよね。 こ、えーまあ、この精神がが私を支えてるかなってところがありますで吉谷さんもねきっとねあの自転車創業を2年半とか言ってましたけどもいやまさにそうですよね、えー、私は吉谷さんと何かね、うん、なんかプロジェクトをするときにあの何かくださいみたいな要求は全く出さないのは私が自立してるというね、えー、そういった、まあ、負けず嫌いな精神があるからなんですよ。っていう時も多分ねあるかもしれませんけども、うん、そうではないと。 何かチャンスが与えられれば自分の対価っていうのは自分でやっぱり作っていくぞみたいなねそんな精神負けず嫌い精神もあるんですよねだから億万長者合宿っていうものが設定された時でも、まあ、別にねあの億万長者合宿で吉恵さんが億万長者合宿の動画をいくらで売ろうが何人に売ろうがどんなプロモーションを組んでいこうが私はそういうのではなくって私は億万長者合宿という場所が与えられたことによって自分のチャンスは自分で見いだしていくということでねきちんと。 売上も作れますし、えー、きちんと入金もありますしきちんと新しい、えー、ね即果塾の参加者さんもお迎えすることができるというふうな形でねやっぱ全部自分でやると自分の思いでやると誰かにお願いしてそして取引をしちゃうとその人にこうも組まないといけないっていうことにもなりますんでね苦しけば苦しいほど私は自力でやっていこうかなと思いますもちろん精神的な支えっていうのは必要なんで多くの方との関わりをね胸に抱きながらなんですけどもうんなんかね 金銭的に物質的に助けてください,くださいとかっていうことは、まあ、これからもね強がってなるべくしないようにしようかなと思ってるんですけどもね、えー、2034フェスほどよろしくお願いします何もねギャラ出ませんけども誰にも何も出ませんけども、ねえー、手弁当で熱くなったら自分でアイスやジュースを買うというね交通費も自分持ちということでございますでもせめてね、えー、私と一緒にナイト2 0 0 0触っていただきたい R34 見ていただきたいそんな気持ちから このイベントで組ませていただきました。はい、ありがとうございます。